前回のあらすじ。青鬼最強選手権っていう大会があるんです。その大会で優勝まではいかなくても、一回戦突破というものをしてみたいんです。そんな大会があるんだね。他に出てくる青鬼も強いんでしょ？はい、僕より圧倒的に、なのでお願いです。僕を強くしてください。できるかわからないけど、とりあえず頑張ってみようか。あれ？ここ？どこ？貴様は、誰だ？まず聞きたいんだけど、その大会はいつどんなルールで行われるの？大会は1週間後、場所はこの館内の最深部、チャンピオンたけしがいるところで行われるんです。え？たけしって、あの金髪でガタガタ震えてるたけしのこと？でもあいつって弱いし、青鬼に震えてるだけじゃないの？なんでチャンピオンに？確かに生前のたけしは弱くて臆病者でした。しかし一匹の青鬼がたけしを食べたところ、たけしは首吊りたけしへと進化し、次々と青鬼を消していきました。次々と仲間が消されていくことを恐れたこの館の長は、たけしに全面降伏を申し入れ、たけしもそれを了承。今この館は完全にたけしが牛耳っているんです。なるほど、なんかとんでもないことになってるんだね。この大会を開いたのもたけしなの？そうです。しかし特に理由はなく、なんとなくで開いた、という完全な娯楽となっています。なので本当は私は戦いたくないのですが、この大会は強制らしく、何が何でも戦わないといけません。はぁ？そうなんだ。でも何が起こるかわからないし、一回戦突破と言わず、優勝目指しちゃおうよ。ふふ。笑わせるな。え？ギャー、なんだこの青鬼。お前は、前回準優勝の、鏡鬼。お前みたいなゴミが優勝などできるものか、怪我したくなければ今すぐ辞退しろ。くくく。びっくりした。今の、誰？今のは鏡鬼、改造青鬼で出てくるキャラで、分身することができるんです。相当強いんだね。じゃあこっちも分身を覚えてみようか。え？そんな簡単に。ほえ？ふふ、今日もマッチョになるためスクワットだ。ブンブン。ブンブン。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。